We are Laser。何見て思ってるだけで大丈夫。お願い。5年経ってもですね、10年経ってもですね、ベレーザが初勝利した日、俺はスタジアムにいたんだよというような目撃者になるチャンスが全員にあります。はい、どうぞお願いします。どうぞ。はい、できまーす。お願いします。じゃあもう一回いきまーす。 OK です。さあ、はい、24分ベレーザはここで小林が受けて、選手も周りにいましたが自分で打っていきました。小林の先制ゴールが決まりました。迫力のあるシュートというよりかはコースを狙った技術の高い素晴らしいゴールだったなと思います。43分はベリーザです。植木から小林、ここは中村がブロックをしました。そしてコーナーから村松のシュート。まあ、ベレーザは前半コーナー多かったですよね。はい、多かったですね。そして後半もベレーザがボールを握って押し込む形は変わりませんでした。どこのシュートもありました。そして広島も、まあ、選手を変えながらという中でね、ここはベレーザのチャンスだったんですが、このキーパーの好みのファインセーブ。83分です。ベレーザはプレー小林が運んでいって、そして自分で打ちました。ここもキーパー好みのファインセーブ。小林選手、こういったプレーを次も期待したいですね。そしてこのコーナーの流れ、89分です。三浦のクロスに植木のヘッドで追加点。少しね、ふわっとした高いボールで難しいボールなんですけれども、もう体と頭で持ってきましたね。東京ベレーザとサンフレッチェ広島レジーナは2対0で日テレ東京ベレーザが勝利をしています。
めさせたです。はもっと笑顔でお願いします ここからまた皆さんと勝利を分かち合えるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。イエーイどうもお待たせしました。やっと、勝つことができました。まだまだシーズン続きますので、これからも応援よろしくお願いします。またみんなで喜びましょう。